はいどうも皆さんこんにちは、監督です。筋肉です。わおということで、本当にね、長い間ね、ここね、使えなかったんですよ。で、もう皆さんもご存知ね、あの緑のね、競技場。で、それで今日の健康の森でね、ずっとやってきたんですけども、とうとう10月から、とうとうここが使えるようになりましたと。よかった。はい、緊張した。ありがとうございます。はい、ということでね、今日は、まあ別にサバイの競技場だからということではないんですけれども、はい、スプリント動作の中でもね、一つの部分にね、ちょっと着目してみました。まあいろいろあるわね。腕振るとか、足上げるとか、はい、挟み込むとか、はい、いろいろありますけども、もうちょっと細かいところ。ここです。そこ。走りの。足が浮いてます。もうそろそろ地面つきますっていうとこです。細かいでしょ。細かいでしょ、はい、ここ僕ね、結構ね、練習してきたんですよ。で、10秒4で走ったあたりの時、すごくここ練習したんです、はい、例えば足が離れて、はい、こう足が回ってきて、ここ動きめっちゃ綺麗だとしても、はい、最後の爪が甘かったらね、はい、男としてもどうだいだらしないですね。わかる？デートでさ、バーって前半こう女の子もバン盛り上げてさ、最後の最後でさ、うわ、つまんなって思われたら、おじゃんじゃん。最後で決まりますね。最後で決まるじゃん。なんだそれまでこいつクソだなと思ってても、最後にポーンっていいことしたらさ、あんってなるじゃん。そうですね。それと一緒なんですよ。最後の爪が甘いか甘くないかで、短距離選手、特にスピードが出るかどうかっていうのが決まってくるわけです。深い。だから、最後のところに注目したドリルをね、今日は筋肉さんと一緒に学んでいきたいなとぜひともお願いします思っております。でね、今日はね、ドリルするんですけど、いくつかね、考えてきました。なので、そのドリルをやりたいんですけども、いきなりは進みません。進みません。はい。僕、昔言われたんですよ。その場でできないものが進んでできるのか。そりゃできねえわと思ったわけですよ。確かにそうですね。なので、今日はその場で移動せずに、動きを作って、で、そこから動くドリルに移っていきたいな。そんなドリルがあるんですね。あります。最後の。はい。爪の部分だけのドリルね。ドリル。あります。あるんですか。早速、その場ドリルからやっていきたいなと思いますんで。はい。じゃあ、振りよろしくお願いします。いい男になる。はい。ということでですね、その場でやるドリルと、進むドリル、実は、同じことやります。同じこと。同じことやるんですよ。ただ違うのは、進んでるか進んでないかだけなんです。だから、その場で、まず足の動きを正確に覚えてもらって、そこに重心移動という要素をぶち込んでいくっていうことです。わかりやすく言うと、こんな感じ。わかりやすい。はい。なので、まず壁を用意してください。壁を用意してください。はい。言い方間違えました。壁のあるところに来てください。はい。それで、壁と向き合います。はい。はい。そして、壁に若干、こう、壁ドンします。バン。あそこに女の子がいるような。はい。もうこんなことしちゃダメだよ、みんなはね。最初はやっぱり優しく、どんどん盛り上げていくんだよ。分かった。はい。まずね、壁ドンします。で、足の動きに注目してもらいたいんですけども。姿勢はもう当たり前です。姿勢はもう当たり前。こうなってもダメだし、こうなってもダメです。はい。やりすぎです。このまま、まっすぐのまま、ドンと。これがつっかえ棒のイメージで、姿勢を作ってください。で、最後の爪の場所なので、膝を曲がったまんま、こうやって地面についていくわけではないね。うん。最後は、ある程度、こう、進展した状態で、スーッと片付いてくるような動きができてると、しっかりとした回転動作になってるんじゃないかなと思うんです。なんで、最後の、この、ある程度膝が伸展してからスーッと戻ってくるこの動きだけをその場で作っていきます。いきます。まず最初簡単です。この姿勢を崩さずに膝を出して膝を伸ばしたまんまサッとここに片付けてくるだけです。これだけです。ただ簡単そうに見えてすごく奥が深いんです。意識的なものはただ足を引いてくるんじゃなくてかかとでここにあるボールを蹴るようなイメージ。なんでそういう意識をするかというと、これをやるとこういう人が多いんです。わかる？ダメなのわかる？何が起きてる？前でついてる。前でついてる。もちろん前につくのもダメなんだよ。はい、これは何が起きてるかというと、つま先を落としにいってるんです、自分で。わかりますね。はい、これをやってしまうとダメだから、ここにあるボールをかかとで蹴ってくださいって言ってる。ボールを蹴る意識をすれば、つま先は落ちないね。そうですね。だってヒールキックするときさ、こうやってやる人いる？こうだろ？はい、こうだろ？この動きをしてほしいがために、その意識、ボールをヒールキックする意識で引いてきてくださいって言ってるんです。うん、そして、この足が戻ってきました。足が地面につきますって時に、この軸足、この軸足を、ポンと離してあげて、これです。これがステップ1。まだステップ1。はい、ステップ1。はい、次、ステップ2いきます。ステップ2。今度は、走りのリズムを作りながら、今の動きやっていきます。足踏みします、その場で。この時に、これダメね。こうやって反発をもらうような、その場足踏みをしてください。で、ここで、今、その場でこうやってやってたものを、4拍子の中で表現するってことです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4です。ちょっとこれ筋肉さんやってもらっていいですか？ゆっくりでいいので、正確にやっていきましょう。OK です。はい。では次、ステップ2いきましょう。4拍子の中で、今の動きをやっていく。1、2、3、4ですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、ヒールキックもっと強調。1、2、3、4、1、おー、よくなってきたよ。そうそうそう。これで分かると思うんですけども、ヒールキックをしたときにね、意識してスピードが上がったときに、この逆足出やすくなる。出やすい。ね、そうなんですよ。別に、この逆足の支持脚が前に抜かすことを意識しなくても、この、ヒールキックを強く意識すると勝手にこれがボンって前に出やすくなる。これはね、すごくこうスプリントの動作の中でもすごく大切な要素なんじゃないかな。ここがおろそかになってる人はこの逆足が出にくいってことにつながるね。で逆にここがしっかり爪が甘くないやつは、じゃこういう動きがしっかりしてれば、こっちの逆足の動きも誘発できるってことだよね。今のが証明できたわけだ。そうですね。全然そのこっちの足、意識ですね。出す意識はなかったです。ヒールキックする意識だけで、そう、やったらもう、ポンって出ました。そう、勝手に。そう。だから、こういう動きが出てくるということですね。はい。では、次、ステップ3いきます。おい。今度は、今、片足ずつやりました。今度は連続的に両足いっぺんにできなきゃいけないね。なので、最初から進展した状態で、お、両端。これやりましょう。はい。オッケー。本当はね、本当は、膝を伸ばしたまま出す動きっていうのはダメなんだ。はい。ただ、ここを引いてくるっていう動きだけにフォーカスを当ててるので、その場でそれを両足いっぺんにやるために、やってるんですけど、本当は、膝が抜けてきて、回って、最後この動きに持ってくる。それの連続じゃないとダメだから。これだけではダメなんだけども、一応ここだけに注目したドリルなので、これをやります。今、膝を伸ばして出してましたね。けど、走りは曲がって出すわけだから、それを取り入れて、だんだん走りの動きに近づけていきます。ただ、いきなり大きくするのも難しいので、トロッティング。覚えてます？昔動画出しましたよ。まあ、見てない人はぜひ見てください。そのトロッティングの動きを片足だけ表現して、特に、この最後のここ、今やってました。ヒールキックするとこ。ここに意識を持ったトロッティング、片足だけのトロッティングをやります。4拍子で。いきます。こんな感じ。こう回転させて、最後ここヒールキックになって、軸足がポンと抜ける。いうこと。ちょっとくっきりした。できるかな？さあ、できるかな？あんま前傾しなくてもいいから、もうちょっと欲しい。ぎこちないけど、まあやりたいことやろうとしてることだからね。4拍子よ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい、ヒールキックのとこに意識。1、2、ほら膝が出てきた。逆足いいよ。いいってことだよ。あれ、左。1、2、3、4、1、2、3、4。ヒールキック。ああ、そういいよ。ヒールキック。お、いいね。よくなってきた。はい、オッケーです。はい。だんだん走りに近づいてまいりました。ここまで片足ずつできてくれば、やっと次、この壁を使わなくても、ね、地球があればできるという、ね、走れる場所さえあればできるというドリルに移っていきましょう。それでは、はい、進むやつですね。はい、行きましょう。行きましょう。それでは、いい男に。はい、やっと進めます。ということで、やっといい男になれそうですね。そうですね。これでいい男。歩きながらです。いきなり走っちゃいかんぜよ。わかります？手が速い男嫌われますよ。まずね、止まったところから、で、動いたとしても歩いてゆっくり、ね、ゆっくりからどんどん激しく、これでいきましょう。はい、徐々にいきましょう。はい、では、まず歩きながら、ステップ1でやったやつを歩きながら移動しながらやります。はい、歩きながら、シュッ、シュッ、シュッ、必ずかかとで後ろに引くという意識、そしてこの引く動きに連動させて軸足がポンと前に抜ける感じ、そして姿勢をしっかり作っていく、はい、これをしっかり意識してやっていきましょう。はい、お願いします。OK、今の感じです。で、タイミングがちょっとずれるとなんか変な感じになるんだから、なんか変でした。そうだよね。なんか走るのと一緒で挟み込むタイミングがちょっと遅れると、なんか抜けるって感じです。そう、なんかうまく力が伝わらん感じがあって気持ち悪いんですよ。じゃなくて、歩きながらでもちょっと飛んで足を切り替えるみたいな動きが少なからずないとやっぱしっくりこないんですよ。歩きながらこれではね、やっぱり全然しっくりこないし、やっぱ歩きながらでもそこを意識してもらった方がいいんじゃないかなと思います、はい、4拍子の中で今の膝伸展のまま後ろに引いてくるっていう動きを入れます。いきますよ。僕言っちゃってます。こう走りながらランニング動作の中でこんな感じ。はいはい、悪い例といい例がうまく表現できたんじゃないかなと思います。バランスがいい、はい、これで動かすタイミングとかずれるとうまくいかないし、膝が若干曲がりながらこうやってやるとうまくはまらないから、今上手にできなかっただけで、多分上手こうなったのうまくしっかりできればうまくいけます。で、ちゃんとヒールキックするということ、そしてその速さに、タイミングずらさないこと、そして体ちょっと反っちゃう傾向もあるから、それも気をつけて、腕振りもしましょう。腕振りもう一回やりましょう。考えることが多い。はい、もう一回やりましょう。もうちょっとしっくりいきましょう。後ろにヒールキック、ヒールキック、はいはいはい制御できてない。はい、ということです。今の動きで後ろに引きながら反発をもらって、そして逆足もポンって前に出て、お進もうやんっていうのがちょっと出てくるだけでも全然違うんじゃないかなと思います。これでやっとなんか走りに近づいてきたなという感じになってきたんじゃないかなと。そうです。はい。なんだけれども、はい、もうちょっとまた戻って。戻る。はい。今の動きで走らないでしょ。まあそうですね。走らないじゃん。はい、今度はさっきやったトロッティングね、はい、これをまたウォーキングでやっていきましょう。やっと進むスピード上がってきたと思ったら、今度はまた歩きに戻ると。これはね、じらし作戦なんですよ、皆さんね。最初優しく入って、お歩きながらね、片足トロッティングの動きやっていきましょう。はい、なんて見比べやすいんや。彼の場合は極端にここだけグッて頑張ってるね。じゃ一連の流れでできるともっといいと思います。こうスムーズな流れで、その中でもちょっと強調してあげるぐらいで、極端にゆっくり上げてドンってやるのじゃなくて、はい、次連続のトロッティングいきましょう。いきましょう。とにかくここの式の連続の4拍子か、4拍子のトロッティング。いいランニング4拍子ね。よいしょ。はい。とりあえずね、こうやってやった時にとにかくつま先を落とさない。つま先を落とさない。かかとでしっかり引いてくる。かかとで引いてくる。ここ大事ね。これすっごく大事です。お尻を使いたい方は絶対やった方がいい。とうとう両足いっぺんにトロッティングです。やっとここでトロッティングが出てきます。ただ普通にトロッティングするぞっていう意識じゃなくて、最後の爪のところの練習してるんだから、そこにあくまでも意識を持ってやってください。トロッティング。右と左がだいぶ違うね。左右差ありましたな。右はスッてムチのように動くかもしれないけど、左足はそのままグッて引いてるだけだから、膝下の脱力の関係で右は抜けてて左は抜けてないんだと思う。今のはね、全然できてる感じがしない。できてないですよ。ここがまずできないと走りじゃほぼできないと思います。だってもっと大きいんだから動く。そうで、ここができて最終章です。最終章、この普通のスプリント動作の中でここに意識を持ってスプリントすると、うん、言ったらスプリントでね、単純に、はい、別にドリルというよりは、はい、普通に走ってくる、普通に走るような感じ、はい、やってみましょう。いきます。はい、いい走りだ。シャポッポみたいだ。はい、OK です。皆さんにね、紹介させてもらいました。でね、筋肉さんは今日実はこれ初めてやったんです。そうなんです。うん、何も前もってね、こうやりますからっつって練習させたんじゃなくて、あ、ちょっと来てって言ってやってもらってるので、はい、本当に全然知らない状態でやってもらってます。なので、うまくできるわけないんです。この1回、例えばこの動画を見た瞬間、あなたはできるわけではない。なんなら今1回やってるとできるわけではないんです。そんな簡単じゃないんです。僕も何回も何千回も何百回も何千回も何十回もやってきたんです。何回もやってきたんです。なんでね、本当にこの意識を常に持ち続けながら、新しい感覚っていうのを身につけていく。なんならこう、おっ、すごいいい感覚出てきたっていう風にね、思ってもらえたらすごい嬉しいなと思いますし、すごく大事なんです。足をこのままベタンって、上から下に置くんじゃなくて、しっかりと片付けて、自分の下に片付けてくるようなイメージ。ヒールキックをして、後ろ側の筋肉を使って、スッと乗っかっていく。この感覚がスプリント動作の中ですごく大事です。こうやって走ってる人には必見でございます。中間から後半強い人はこれがすごくうまいんです。うまいんですよ。もう日本国内の選手と後半強い人の見てみてください。ここからムチのようにバーンって返ってきますから。見ればわかる。ね、俺らは全然できてない。それは当たり前だよ。ね、けどこういう練習、こういう意識が大事だっていうことはわかる。だからこうやって動画にさせてもらっとると。わかりました。わかりました。よかったです。じゃあこれでね、早く走れそうですね。そうです。早く走れそうですし、いい男の道が見えました。そう。結局ね、うまくいくためには簡単です。ね。最初はソフトに行ってはい、こんな感じでね。陸上選手、スプリンターとしても、そして男としてもしっかりと磨きをかけてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。では今日はこの辺でサバンナの陸上競技場からさよならしたいと思います。筋肉さん、締めてください。はい。それでは今日も男が一つ積み上がりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、さようなら。